こんにちは、菅野です、今日もですね、オリジナル屋さん菅野織物っていうのは、オリジナルで作る手ぬぐいとかタオルが得意なんですけども、このオリジナル屋さんだから分かる、ね、お客さんの要望を取り入れたですね、私ども企画のちょっと手ぬぐいを作っていくということで、前もお話してたと思うんですけども、その紹介をですねちょっとしていきたいと思います。今日はですね、この桜っていう柄ですね、これをちょっと説明したいと思います。これがそういった柄なんですね。もう裏表は通っている完璧な本染めで作りました。でこの色と、このグリーンの色2種類作ったんですね。2種類作りました。これと同様にですね、桜チラシっていうことで、全体にこの桜の花びらを散らしたような、そういったデザインのものも実は作ってるんですけども、これも全部ですね本染めで作ってます。プリントとかでもね、作れば簡単にできるんです。ただやっぱり使い心地であるとか風合い、あるいはこの雰囲気っていうのが全然違うんですね。プリントでありますときっちりパッキリパチパチっとこうね出るんですけども、ご覧のようにですね、ちょっとこの、手ぬぐい本染めで作りますと、全体的にこの柄自体が、ご覧になって分かるんですよ。ぼやっとした感じですね。ぼやっとした感じ、ちょっとね、白いところが滲んだような形になるんですね。グリーンでもそうです。これはですね、色によって、このにじみ具合っていうのは変わってくるんですけども、私どもは、今回は全部この反応染料っていうのを使うようにしています。でナフトールとかそういったものっていうのは、やっぱアゾ染料っていって、ちょっとね4月からは、全然日本では使っても全然問題ないんですけども、やっぱり海外の人に対してはですね、やっぱりその辺っていうのは非常に、ナイブなもんで、なかなかやっぱり使用自体も禁止されているような国もあるんですね。ですから、そんなことを考えてですね、私どもはもうそのアゾ染料は一切使わずにですね、この反応染料だけでやりましょうということでやってます。ですからですね、若干ですね、ナフトールなんかで使う染料とは色が違うんですね。若干薄めに上がるんです、全体が。濃い色っていうのはなかなか出にくいっていうのがこの反応染料の特徴なんですけども、でもやっぱりそっちの方がですね、体にも具合がいい、体にもいいということで、全然影響ないということで、その染料を使うということにしています。ですから若干濃い色のそのね、アゾ染料を使ったようなものと比べると、若干色が薄かったりするんですけども、でもこれもそういったことで、体に影響のないものということを選んで使っているというのをご理解ください、ね。あとまたこれ以外でもですね、20型以上作ってます。全部で35型から40型近くなんですね。ですから、おいおい説明していきます。でもうちょっとしましたらですね、ホームページの方でもですねお知らせするようになると思いますので、